若林英子12月13日帯は日本の元女優、東方映画を中心に活躍した。名前の英子は英子と孤独されることがあるが本名は秋子で夕売の増す頃に生まれたことにちなんで名付けられた。身長163センチメートル、東京市大森区北千束出身。 父親はエンジニアだった。東京都立青山高等学校の3年生だった1957年8月、ほんの軽い気持ちで、東方の海鳴りと隠し取での三悪人の雪姫役に友人と一緒に応募する。結果は落選だったが、その後東方から誘いを受ける。同期は野口文江、樋口敏子。演技研究所を経て、最初にキャメラの前に立ったのは、 1958年の山口、敏子引退記念映画、東京の休日でのファッションモデル役だったが、公開順としては、本大志郎監督、花嫁三重奏がデビュー作となる。その後、しばらく、早くとして、映画出演が続く。細い目、小さな口といった東、アジア的イメージとは一線を画した、くっきりした様子だが、むしろ欧米人には、 西アジア的なものも包括したエキゾチックな雰囲気として受け取られ、アジアンビューティー中のアジアンビューティーとして、日本国内よりも海外の方で人気を得、1959年のロモロ・マルチェリーニ監督のイタリア映画、レオリエンターリーを皮切りに、1961年にはマルチェリーニ監督の推薦で、日位合作映画、アキコに題名と同じアキコ役で出演。同年、 西ドイツ映画、遥かなる熱風で、日中根結のダンサー役を演じる。その後は、東方で、アクション、サラリーマンもの、特撮映画と幅広いジャンルで活躍する。三大怪獣地球最大の決戦は、名画、ローマの休日の要素を組み込んだ、一色怪獣映画だが、欧州小国の猿の王女役を極めて艶やかに演じた。ウディアレンも、若林のファンであり、007の、 撮影現場に見学に行き、若林と会話をしたり、また、アレンの監督デビュー作、ワッツアップ、タイガー・リリーは若林も出演した、国際秘密警察シリーズを、英語脚色、再編集、追加撮影した作品である。1967年には、007シリーズ5作目の、007ワニ度死ぬに、浜見エと共にボンドガールに抜擢される。 これが若林にとって最初で最後のハリウッド作品となった。当初は若林が天野・のキッシー・役で、浜が公安エージェントのスキ役の予定だったが、浜の英語力では公安エージェント役は無理と判断され、役柄が交換となった。この際、原作のスキという日本人には馴染まない名前が若林の名前をとって秋と変更されている。 女優業からは身を引いているが、東宝が発売する DVD のオーディオコメンタリーや、リバイバル上映のイベントなどに参加し、ファンに健在ぶりをアピールしている。ありがとうございます。